吉田勉派遣動画チャンネルの吉田勉です。市議会6期目当選の吉田勉です。吉田勉は前期に続きまして2期連続トップ当選を果たしました。これがいわゆる6期目を目指すときに作りました政治活動用のポスターです。友人の門田さんという元船橋の市議会議員と一緒にこの演説会を3月にこの2月の11日にやりました。こういうご案内です。それからこれは現在の顔です。これはもうつい半年も経たないほどの頃の写真です。こういうスタイルしました。で一方この顔は今から21年ぐらいの前の顔です。今度こそ町田市政というふうに書いてますが、実はその前に一回私は市議会にも落選をしてます。そうした時にこのポスターを作りまして皆さん方に訴えました。その頃のキャッチフレーズは情報公開のエキスパートというふうに自分を名乗ってまして結構馴染まれました。今日片付けをやってますがこうしたものが出てきた、もうすでに歴史上の残骸みたいなもんですが、ご案内をさせていただきました。今日から来ているインターン生にすると笑われてしまいました。別にこれはインチキでありませんで、こういう顔を20年前はしてたわけです。20年間の積み重ね、当時はようやく33位で当選でしたが、現在では20この連続トップ当選という形ですので、顔が昔の方がなんかいい顔かもしれませんが、中身は充実しているもんだと自分では思ってます。終わります。